皆さんに特にレスを送りやすいのはもちろん皆さんに伝えようという気持ちはあるんですけど、めっちゃいいファンの人だなって思う。はい、寝ても覚めても雪見ワールド夢中にさせちゃうぞ、雪見こと柏木由紀です。さあ今回の YouTube は、私は一応この AKB48 をね13年ぐらいやってるんですけど、 AKB に入る前はアイドルめちゃめちゃ大好き、アイドルオタクだったんですよ。特にハロープロジェクトが好きで、そうコンサートとか握手会とかすごい行ってたんですよ。でやっぱアイドルオタクを長年やった後に実際自分がアイドルになってアイドルを好きな皆さんに伝えれることがあると思って、今日はねこの YouTube をね考案してみたんですけど、コンサート行くじゃないですか、現場で。やっぱこう自分を見てもらいたかったりとか、なんかアピールしたいっていうのが、まあない方もいると思うんですけど、私はあったんですよ、学生の頃で。どうにかなんかうちわ持ったりするじゃないですか。で自分がステージに立ってみて、こういう人見ちゃうなとか、こういうファンの子可愛いなとか素敵だなって思うことが出てきたので、これはもう完全に私です。これが全アイドルに共通するっていうわけでは絶対にないんですけども、まあ、私が思ったちょっとこうファンのポイントじゃないですけど、こういうのいいですよっていうのをね、ちょっと今日は話してみたいなと思います。どっちの気持ちもわかるかなっていう。まずはだから今日はちょっとこのコンサートについてなんですけど、じゃじゃんじゃーん、でかっ、超会議室なんで今日は。じゃあちょっとホワイトボードに書きながら授業みたいにしようかな。はい、ということでちょっとホワイトボードを背負っていきたいと思います。まずは一番私がステージに立っててファンの皆さんに特にこう目線をこう見たりとか手振ったりレスを送りやすいのは、ずっとこういうパフォーマンスやって後半にさ、まだまだ行くよってなって、こうやってさ、こういう時あるじゃない、この花道とかをこうやって振りとかをやらないで手を振ったり歩くだけになった時の曲、これがポイント。フィーバーチャンスフィーバーチャンス。私はですよ、やっぱりダンスしてるとどうしても手振りたくても振れないなってなるけど、その自由になった時にできるだけ見てみようって思うんですよ。だからちゃんとこう余裕があって自分の中で、だから手振ったりこういううちわとか見てこうやってちゃんと見れるなって、できるなって思ったので、フリータイム、フリータイムはチャンス。だからこういう時間になったらレスチャンスです。そして逆に何の時が難しいか、私はこれがバラード、激しいダンスの曲、これは難しいです。バラードはどうしてもこうやって曲の世界観をこうやって歌ってる時に、もちろん皆さんに伝えようという気持ちはあるんですけど、一人一人バラードを歌ってる時にこういうことはできないからちょっと難しい。あと激しいダンスも難しいですね。もうこういう手とかがあるともうレスできない、なかなか。見ることはできますけどね。だから分かりやすいレスはちょっともらいにくいかもしれない。あとはこれは AKB 自分がステージに立って分かったことなんですけど、見てる時の顔、もう暗いから絶対に自分の顔って気にしないじゃないですか、お客さんの時。いい曲、バラードの曲とかなんか真剣に聴いちゃうじゃないですか。私結構真剣に聴いちゃうタイプだから歌うまいなみたいな、こうやって見てたんですけど、この顔が結構ステージから見ると怖いっていう実はね。だから意外と見られてる客席は。ポイントはバラードの時にこうやって見るんじゃなくて、いい曲だなっていう顔、なんかうんうんみたいな、聴いてるよみたいな表情してくれてる方とかを見つけるとすごい嬉しくなるんですよ。これは意外と顔に注意、ファンの時は気づかなかった。こういうニコニコ顔とかもう下手くそすぎ問題出てきた。こういう顔をしてるとキラキラっていう、これ可愛い、女子男性でもこういう顔をして聞いてくれてると、あ、ちゃんと聞いてくれてるなって思って見ちゃう。あとやっぱ普通に嬉しいのは名前を呼ぶ、これはやっぱ嬉しい。特にグループなので、もちろんなんかそのおいおいとかキャーとか嬉しいけど、その中で MC の時とかにゆきりんとか名前呼ばれるのはやっぱりアイドルも人ですから自分の名前呼ばれると嬉しいです。ただタイミングは重要ですよ。いい話してる時とかいい曲の
静かな時とかはもしかしたら空気を読んで控えた方がいい時もあるけど、まあ、名前を呼ばれたら絶対に嬉しい。あと MC で笑ってくれる、これは普通に嬉しい。やっぱね、不安になっちゃう、 MC で喋ってて反応がないと。でもちょっと言ったことにめっちゃハーみたいな笑ってくれるとめっちゃいいファンの人だなって思う。あとは自分のファンの方がここの目の前にいるなって分かってて、ステージの端っこに行く時あるじゃないですか。じゃあここで踊って、あ、私のファンがいるなってこうやってやって、こっちにこうやって移動して越えるじゃん。でも見えてるから、やっぱこの真ん中の人も実はみんながみんなで、私は結構気になっちゃって、こういうところでこうやって踊っててもこっちで見ちゃう。さっきの真ん中の人は誰見てるかなって。あとね、まあ、AKB はさ劇場があるんですけど、劇場は本当に近いので大体誰が誰見てるかも分かっちゃう。意外と端っこにいても見られてるよっていうことですね。あとは、まあ、自分の顔のうちわは普通に嬉しい、見ようって思うし、裏にすると違うメンバーだったりするみたいなのは、まあでもいいかな、どっちも好きなんだもんね。どっちも持ってる人とか見ると自分の方が一番に応援してほしいと思ってなんか見ちゃったりする時もある。あとはそうだな、顔が一番ステージに立っててニコニコしてる人は嬉しいな。あとはなんかツアーの初日とかに意外な曲やった時とかにおーって言われると嬉しい。反応がいいとやっぱテンション上がりますよ、嬉しい。例えばセットリスト自分で決めてたら、そのセットリストのイントロかかった時におーってなると、この曲歌ってよかったってなるし、他でもなんかグッズとかもね考えてたりしたら、グッズ持っててなんかこうやってアピールしてくれると、あ、グッズ響いたんだなってなって嬉しいかな。コンサートではこんな感じです。レッスンもらいたい時はこのフリータイム、こうやって花道とかで出てきた時がチャンス、めちゃめちゃアピールしてください。で、逆にちょっともらいにくいのはバラードの時と激しいダンスの曲の時。これはもうバラードはこれいい顔で聴くと嬉しい、激しいダンスはもうキャーってかっこーってなったら嬉しい。そして名前を呼ぶグループの場合は名前を呼んでもらえるとめちゃめちゃ嬉しい。あ、これ自分の好きじゃない人の名前も全員呼んでくれる人は優しいよね。 MC でメンバーみんなに優しい。例えば AKB だと自分の誕生日の日をお祝いしてもらえる日があるんですけど、そういう時に自分のファンの方が他のメンバーにもちゃんと均等にコールとかしてくれると、あ、なんか鼻が高いというかいいファンの人たちがついてるなと思って嬉しいかな。こんな感じです。私がファンやってて見てほしいとかこうしてほしいと思ってたことを実際ステージに立ってみて感じたことはこれです。これが全てではないですが、やって損はないと思います。特に見てる時の顔とか結構本当になんか多分意識してないから真剣に聞いてくれてると思うんですけど、こういう顔はやっぱちょっとびっくりしちゃうから、テレビのワイプ、自分がワイプに映ってるみたいな気持ちでやっぱはぁってやってると嬉しくて見ちゃう。全部私の例ですので、ね、全アイドルに共通するとは限らないんですけども、ぜひアイドルの現場やコンサートに行くことが多い方は一度試してみてください。手を振ったり歩くだけになった時の曲、フリータイムはチャンス。これはバラード、激しいダンスの曲、これは難しいです。だからこれは意外と顔に注意、ファンの時は気づかなかった。名前を呼ぶ、これはやっぱ嬉しい。特にグループなのでアイドルも人ですからただタイミングは重要ですよ。いい話してる時とかいい曲の静かな時とかはもしかしたら空気を読んで控えた方がいい時もあるけど、でもちょっと言ったことにめっちゃハーみたいな笑ってくれるとめっちゃいいファンの人だなって思う。みんながみんなで、私は結構気になっちゃってこういうところでこうやって踊っててもこっちで見ちゃう。さっきの真ん中の人は誰見てるかなって、反応がいいとやっぱテンション上がりますよ、嬉しい。そのセットリストのイントロかかった時におーってなると、この曲歌ってよかったってなるし、自分の好きじゃない人の名前も全員呼んでくれる人は優しいよね。他のメンバーにもちゃんと均等にコールとかしてくれると、あ、なんか鼻が高いというかいいファンの人たちがついてるなと思って嬉しい。柏木由紀、ちょっと待って、全然タイトル思いつかない。なんとか講座でした。
参考になったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。